好きなマルパーティーだは、ペルーのプロボクサー、リマ出身。フェザー級の世界ランカーであるものの、WBA 女子初代世界、スーパーフェザー級王座を獲得した。引退後は、WBA の女子部門の会長に就任した。父はサーフィン元ペルーチャンピオンのオスカーマルパーティーダ。母は、元モデルのスージーダイソン。オーストラリアに留学し、ボクシングを始める。 クイーンズランドを拠点として2003年8月22日、プロデビュー。連勝を続けて2006年より拠点を、米国、カリフォルニア州に移す。アメリカでの初戦は勝利するも、2戦目はミリアム中本に、初黒星を喫する。2009年2月21日、モーリーンシェイと、初代 WBA 女子世界、スーパーフェザー級王座を争い。 ジティコで王座を獲得した。6月20日、母国での初試合として、ハラナドスサントス相手に初防衛に成功。12月5日、リンゼイスクラッグを判定で退け2度目の防衛。2010年6月26日、母国でリリアナ、パルメイラを判定で退け3度目の防衛。2011年4月16日、ロンダルナを判定で退け4度目の防衛。 2012年5月19日、スラフレイ・ナンキパフスを6回 TKO で倒し5度目の防衛。2012年12月8日、ジャマイカに乗り込みマリリン・ヘルナンデスを判定で退け6度目の防衛。2013年10月、王座剥奪後に現役を引退した。引退後に女子部門のアドバイザーに就任。女子部門を選手の目線で組織を強化した。 その後女子部門の会長に就任し会長付きの役員待遇にもなった。2016年4月23日、ゲンナジーゴロフキン VS ドミニクウェイドの試合で WBA の立ち会い人を初めて務めた。ありがとうございます。